はあ、ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く、閉店後。事件の第一発見者はウェイターの木下。当時この店のウェイターだった明智雄一さんは清掃作業の途中、その途中ロッカールームの前を通りかかった時、その時ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが、その宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした。雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです。怒った雄一さんはロッカールームの中に入り、店長の小田さんにつかみかかりました。その頃ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていて、雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って、すると木下さんは店の裏口から出て、直後木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき、中を覗いてみ、警察の調べによると死因は頭部打撲による脳挫傷、凶器は遺体のそばに落ちて、
うん、お、そうだな、ああやめて。そうね、いえ、もう、そうね。やだわ。なるほどな。
ありがとうございました。そうだな。
はい。なるほど。え？なんだと？桐生さん、それではその人物の名前を教えてください。6年前小田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体。犯人は木下優子、お前が小田を殺した真犯人だ。え？あ？え？
さあ、もう言い逃れはできないぜ。優子さん、今一度尋ねます。あなたが小田さんを殺したんですか？そうよ、私がやったのよ。事件が起こった日、あの日は彼のだから、もうお店も閉まっている時刻だったから、裏口から入ってロッカールームに向かでもそこで見たのは他の女と浮気してる彼の姿だった。私はとっさに身を引いて隠れた。落ち着いて目の前で何が起きそのすぐ後に明智さんがやった。明智さんはロッカールームの中を覗いて小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると、手に持っていた灰皿を落とし、言い争うような声が聞こえた後、すぐに宇佐美さんがロッカールームから出てきて裏口から店の外へ出て行ったわ。すぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の、明智さんと宇佐美さんが出て行った後、私は小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど、浮気がバレたことが分かると宇佐美と一緒になるつもりだから別れて、その言葉を聞いた途端完全に頭、気がついたら近くに落ちてた灰皿で小田さんを殴っていたわ。それからは桐生さんが言った通りよ。私はロッカーにあった制服に着替えて、わざと裏口の前で誰かが来るのを待っていた。少しして誰かが客席の方からやってきたから、それで部外者の自分には絶対に疑いがかからないだろうって思ったわ。ありがとうございました。いえ、
なるほど。